はい、皆さんこんにちは、ギシャと申します。本日は鎌倉殿の13人第34話の徹底解説をしてまいります。鎌倉殿の13人の中では比較的ですね、平和な回ではございましたけれども、まあ来週に向けて不穏なこう展開がですね、描かれました。で、まあ、今回も様々な角度から解説していければと思うんですけれども、まあ、あの、9月からですね、他の動画で、告知させていただいた通り、このような Google Earth のですね、3D マップなんかも活用して進めていければと思うんですけれども、まあ、今回に関しましては、まあ、あくまでも鎌倉と京での話でございますので、今回はちょっと背景のみでのデビューという形となります。なので、まあ、早速いつも通りの解説進めていければと思うんですけれども、今回タイトル理想の結婚というですねタイトルになっておりました。で、この理想の結婚の意味なんですけれども、まあ、メインビジュアルが指し示す通りの意味がありつつ、まあ複数の意味が内在されているなというふうに解釈いたしました。まずメインビジュアルで示している通り、源実朝が、まあ、今日から、嫁をもらうということで、千代との結婚、まあ、35話への地続きになりますけれども、まあ、それが一つの意味ですよね。理想の結婚とは何なのかってことで、まあ、源実朝がいろいろとこう思い悩むというような描写がありました。で、合わせて北条義時と野江との結婚、まあ、野江さん非常にぶっ飛んだデビューでございましたけれども、もちろんそれは、理想の結婚という意味を含んではいると思います。しかしこの2つに関しては結婚という、意味は、ありますけれども、これから結婚するので、まあ、理想も何もないといえば何もないわけでございまして、どちらかというと、まあ、理想の結婚とは何かっていうので一番それを体現していたのは和田義盛と巴御前、この2人が、まあ、あの、鹿鍋のところでございましたけども、まあ、仲睦まじい感じで、なんて言うんだろうな、ちょっと口論みたいのにしているけれども、まあ、旗から見てるとイチャついてるしか見えないという形もありますので、まあ、この二人の仲睦まじい感じを見て、それこそ実朝も、こういう夫婦はいいなって多分思った部分とかもあると思いますので、まあ、この二人いいなと多分視聴者も思ったので、理想の結婚こちらの意味っていうのがどちらかというと強いのかなというふうに思いました。また北条泰時と初に関しても、初さん今回ビンタをしておりましたけれども、まあ、あれはあの場の父と息子の口論を一種そのビンタをすることで救ってあげるというか、そのフラストレーション一部 の、 そのストレスみたいなものを自分に向けることによって、あの場に関しては一旦頭を冷やしてもらうってことであるので、一種すごいできた嫁っていうとまたなんか昭和的とかでなんかあの言葉選び良くないよって言われるかもしれないですけど、でもそういった側面が、あったなというふうに思いますので、比較的この泰時と初、そのそれこそやっぱり初を演じられてる福島桃子さんの、インタビューとか紐解いても、まあ、やっぱりこう泰時の優しくてその理想論の部分あるけれども、まあ、全部それ理解した上でこういろいろなプロセスでこう支えようとしているってことを、まあ、言及されておりましたので、まあ、こちらこちらでその結構いいのかなというふうに思いましたね。だったね、これはネタですけれども、なんでここで三浦義村が講座を開くんだって感じですけど、三浦義村の後腐れのない女子との別れ方ということで、恋愛を語らせたらね、山本浩二三浦義村ということでございまして、まあこれもネタではありますけど、まあ理想の結婚の、まあちょっと形突っ込んでる話であったのかなというふうに思いました。で、まあ、鎌倉殿の13人っていうのは、毎回このタイトルが複数の意味を、まあ、持ち合わせますので、まあ、それこそね、諦めの悪い男の時はもう、ほぼ全員諦めの悪い男じゃんみたいな感じで、ね、視聴者さんのコメント、いただく中で、こう、そこにこう、落とし込んだりもいたしましたけれども、まあ、もし他にですね、この理想の結婚の意味あると思いましたらですね、ぜひコメントいただけますと、水曜日の動画でこういうご意見もありましたっていう風にですね、ご紹介させていただきますので、どしどしコメントいただければと思います。こちらの動画ですね、もう視聴者参加型で皆さんと一緒に楽しい動画を作っていければと思いますので、初めて鑑賞の方もぜひコメントいただければと思います。それではですね、次お話進めていければと思うんですけれども、まあ、その理想の結婚に関して、ちょっともうちょっと深掘りをいたします。巴御前を介した結婚観ということで、これどういうことかと言いますと、今回ですね、源実朝、まあ、セリフであったわけではありませんけれども、やはり、まあ、まさにこのシーンでございますけれども、まあ、和田義盛と巴御前の夫婦像というかその夫婦模様っていうのを、この鹿鍋のシーンのところで、鹿之助のシーンのところで、見て、あ、なんかこういう夫婦いいなっていう風に、実朝は絶対感じ取った部分っていうのはあると思うんですよね。で、これまず一つ、まあその通りなんですけれども、ただ、巴御前っていうのは、まあ源実朝というのは北条政子の息子じゃないですか。その北条政子の娘である大姫、
王姫に対しても巴御前って実は説いているんですよね。あの変わらぬ人っていうタイトルの回でございましたけれども、まあ王姫は愛していた源義高が亡くなってしまって心を閉ざしていたんだけれども、亡くなっても源義高が好きって思いながら徐々にその記憶が薄れていってしまうと。でそれをまあ巴御前にまあこう相談をしたら、巴御前でもともと木曽義仲の愛称でございますので、まあ木曽義仲が撃たれて亡くなって鎌倉に今来てからいろいろあったけれども、まあ、今和田義盛と一緒にいることに関してはあの非常にそれはいいことであるというようなことをまあ説きまして、まあ、人は変わるものですよというふうに説いて、で王姫は一度まあ入内を決心いたしました。まあ言うても鎌倉殿の13人は救いのない展開が多いので、まあ、その後結局改めて源義高を思って亡くなっていくっていう展開ではありましたけれども、まあ、北条政子の子供がこのように巴御前を介してそういったそのプライベートな部分っていう言い方あれですけれども、まあその結婚観の部分に関しては、要は今回実朝が一人目ではないよっていうところでですね、まあなんかうまい脚本だなというふうに思いましたね。でしかもまあ今回非常にこのシーンって平和でしたね。それこそまあ義時もなんならこういろいろと悩み多い中において和田義盛と前回まあ飲んで、まあ運慶がいたところですよね、飲んでちょっとこうまあ、ストレス発散じゃないけれども、しておりました。で今回に関しても比較的こう柔らかい表情の義時っていうのが、まあ、この鹿鍋のシーンで見ることができました。しかし、まあ、これ史実としてシナリオ明かされてないんでどうなるか分かりませんけれども、史実として和田義盛はまあ和田合戦という、まあ、北条義時と VS 構図になるあの、まあ、戦というか戦いにおいて命を落とすことになるんですね。で巴御前って、まあ、戦うこともできる身体能力を持っておりますので、おそらくこの仲睦まじい夫婦像から考えるに、もう和田義盛と巴御前は一緒に戦って一緒にもうそれこそ同時に命を落とすぐらいの、まあ、一連卓章感というか、なんかそういった展開をむしろこの平和な夫婦像を見せることによって、それをこう伏線じゃないけれども暗示させているのかなと。そうすると我々視聴者はもうめっちゃ悲しくなるじゃないですか。なんかそういった感じを今回の場面から、仲睦まじくて平和なシーンだけども、これがきっとそうなんだろうなと思いながら、なんかちょっとこう悲しく私としては鑑賞した部分っていうのがありました。それこそ義時と和田義盛に関しても今仲睦まじい感じになっておりますけれども、まあ史実だとよく言われる表現、よく説明、まあ現代のその歴史学者とか歴史の説明されている、まあ、YouTuber さんとかブロガーさんとかがこう説明するときに、和田義盛や和田合戦を切るときに北条義時に挑発されてっていうような言い方、挑発って言葉よく使われるんですけれども、まあ、それぐらいその北条義時と和田義盛っていうのは今後もあの戦をするしかないという状況に陥っていきますので、その辺もこの平和なね、義時と和田義盛の2人を見るとねえっていうふうにこう思う部分があるので、まあ、その辺もこの平和界でありながらこの平和が崩れるんだよなっていう不穏な足音を非常に感じる回でございました。はい、まあ、そんな中ですね、まあ、今回誰も死なねえかなと思ったら、死人が出てしまいました、まあ、北条政則でございますけれども、北条政則はまあ時政の息子であるっていう風に言った時に、時政の息子だったら主人公の義時だって時政の息子だし、時政だって息子じゃないですか。なんですけれども、この政則がなぜ重要なのかっていうと、時政の息子であるってことが重要なんじゃなくて、陸さんが産んだ時政の息子であるってところが重要なんですよね。陸さんはやはり非常にプライドが高くて、まあ、今後様々なその政治論争というか、今鎌倉がこういう状況にあって引き滅んだ状況の中でも、まあ、自分のその権力であるとかプライドであるっていうのをまあ維持したいっていう部分があります。なので義時が後を継ぐ、まあ、時政が後を継ぐっていう風になっても、時政からすると別に北条がね、あの北条っていう血のつながりではあるけれども、陸さんからするとそうではないと。だから政則をこう重宝していて、なんならそれこそもう義時も時政もまあまあ亡き者にしようとは現実は思ってないけど、とにかく後継ぎは政則ですっていうふうにこう思っている部分があるので、まあ、若くしていろいろとこう重宝して大切にしているという部分がありました。しかしそんな政則は今回、まあ、命を落としてしまうこととなりました。でもそれについて今回起きたことと、おそらく35話で起きるである、これは予想です。シナリオブックまだ発売されてないので本当に私の勝手な予想であるので外れる可能性もあるんですけども、ちょっと整理してみましたので、順番に見てまいりましょう。まずですね、今回どこから話が始まったかそのっていうと、まあ、推測の域を抜けてはいないんですけれども、全てはここから始まっていると思っております。源仲章が、まあ、平賀朝雅を二代目執権別当になったらどうっていうふうにこうそそのかしました。
しかし今の執権別当、まあ鎌倉殿のバックで実質的に政治を、牛耳っているのは北条時政でございますので、まあ、時政と、まあ、陸さんの意向も反映するとその次の、まあ、執権別当っていうのは要は政則なわけなんですよね。っていうふうになった時に、まあ、政則邪魔なので政則殺したらみたいなこと、毒殺、一種の毒殺とを暗示させるものを提案しておりました。で事実として上洛の2日後に、まあ、この今背景にいるところの、まあ、多分直後だと思うんですけれども、政則は、急死してしまうと、急な病というふうに、まあ、史実とかだと、言われておりますけれども、鎌倉殿の13人の中ではここ今後の、まあ、それこそ畠山重忠の乱、牧師の変につながる、脚色をですねうまくしていきそうでございます。この場面写真は来週の場面写真なんですけれども、ということで、まあ35話の内容予想をしていくと、おそらく今回この政則がこの鎌倉、京で急死したことに対して、まあ、平賀朝雅は当たり前ですけど自分が毒殺したっていうのはバレてはいけないわけでございますけれども、まあ、急に死んだっていうよりもなんかこの一件すらうまく使いたいっていう、まあ、思惑があるので、この毒殺をもしかしたらなんですけども、畠山重康という人物がしたと匂わす可能性があるのかなというふうに思っております。畠山重康今回は出てきておりません。来週出てくる、これ来週の場面写真ですけども、来週登場するんですけども、まあ、名前からお察しの通り畠山重忠の、息子になります。で、まあ多分、まあ、関与していたのか、まあ、何か、まあ、それをこう匂わすことによって、もしくは匂わさなくてもなんか都合よく陸さんがそういうふうにこう思えるように説明をして、で陸さんがこれそれに激怒して、私の愛する息子を殺したのは畠山かもしれない、かもしれないんだよ、実際はそうじゃないかもしれないというふうに、まあブチギレて、多分畠山重忠、畠山重康、畠山一族を討伐した方がいいって、まあ陸さんが本当来週もう畠山がみたいな感じで言っていたので、予告映像を見ると、まあ、これも来週の場面写真ですけれども、多分そういう展開になると思いますので、まあ、陸さんが畠山の討伐を時政に進言して、まあ時政やるときはやるかっていうタイプでございますので、まあ、腹を決めるんじゃないかなというふうに思います。まあ、しかしこれは当然言いがかりでございますので、さすがに言いがかりと、おそらく畠山重忠、公式ホームページに載っているの予告映像で声を荒げておりましたけれども、多分それをこう義時、これも来週の場面写真ですけれども、まあ、義時に抗議する形になると思います。なんで、まあ、理不尽な言いがかりですので、何もやましいことはないということで、まあ、受け立つことになると思うんですが、まあ、結論として、まあ、戦は避けられず、結果的にはまあ命を落とすという展開がおそらく来週、遅くても再来週に、描かれるのであろうと思いますので、まあ、今回、なんて言うんだろうな、しれっとこの政則の死が描かれちゃったので、それこそ歴史詳しくてツイッターで鎌倉殿の解説されている方とかも、平賀朝雅とこの畠山重康、この二人の口論をはしょったっていうのが複雑だからかなみたいにコメントされている方とかもいましたけれども、まあ、来週登場するということで、来週にわざわざこの今回亡くなった北条政則の、まあ、死ぬ間際の、まあ、ぶっ倒れるシーン予告映像にありましたので、死ぬ間際の、まあ、場面写真を載せてくるということは、今週何が起きたかを来週、まあ、描くということでございますので、まあ、来週いっぱいまでなので、ちょっとこの政則の死の真相に関しては、まあ、ここ私の予想ですけれども、来週、まあ、本編見て答え合わせを進めていければと思います。はい、という流れの中で、まあ今回放送終了後はですね、理想の結婚、まあまあ、それこそね、その実朝がとか政則がとか以上に、まあ、やっぱり野江さんについてこう皆さん多く言及されているな、まあ、感想をね述べられているなというふうに思いました。まあね、菊池凛子さんというね、それこそハリウッドでも活躍されたアカデミー賞もノミネートされたことがある、まあ超実力派女優が、そんなね、いやまあなんかこうするとなんか過去の二人をディスるように聞こえちゃうかもしれないけど、なんつうの、おとなしいさ三人目の奥さんを演じるわけがないんですよ。で、わけがなかったということなんですけれども、まあ、そもそもこの野江という人物は、まあ、史実だと、まあ、歴史上では、まあ、伊賀の方と、まあ、呼ばれる人物でございまして、で、これ今回その説が取られないと私は思ってるんですけども、わかんないけどね、取られなんですけども、まあ、諸説ある中で、
義時ってまあ60何歳まで生き抜くんだけど、でも60何歳って急死してるんですよね。なんでその急死に関して実は毒を持ったのではないかと、この野枝がというそういう説も、言われる人物でございます。で多分このその可能性は低いんだけれども、まあ、義時の死後に、まあ、こう自分のまあ身内の言いようにというか、それこそ北条の跡継ぎであるとか、さまざまなこう画策を しようとしていたというので、まさこらにこう謀反であるというふうにまあ言われてしまいまして、結果的にですね、まあその伊賀氏の変というもので、まあ流罪になってしまいます。ですので、なんか義時亡きあと、こうまあそれこそ北条政子が頼朝亡きあとね、あの御台所尼御台として、御台所が尼御台としてこう君臨し続けるわけですけれども、そういった人物にはまあならないで流罪というふうになってしまうと。でごたごたいろいろあった中で、まあ、北条家の跡取りに関しては、まあ規定路線ですけど泰時が継ぐということになるという展開が、まあ史実ではあります。めっちゃ端折りましたけど、まあ一応そういう展開がありますよと。なので、まあ、めっちゃ端折りましたけど、言いたいこととしては、悪い噂が史実においてはまあある人物なわけなんですよね。なのでそれもあって、今回その放送終了後に、まあ、最後のそのはっちゃけてるシーンがあったので、あ、これは毒殺来るわみたいな感じで盛り上がってはいるんだけれども、菊池凛子さんの今回放送終了後のボイスインタビューを紐解くと、なんかね、そこまでね、なんて言うんだろうな、悪い感じというか、こいつは悪人だっていうことでもないのかなっていうふうに、私としてはちょっとね、それこそ今回私も視聴、多分ほとんど多くの視聴者さんと一緒で、こいつはやべえって思ったんだけれども、なんかその捉え方ともちょっと違うのかなと思う部分があります。とりあえず3つに箇条書きにしてみたんですけれども、まあ、この史実がゆえに、まあ、視聴者こう非常に歴史詳しい方を中心にめっちゃ警戒しているので、まあ、それに引っ張られてみんな警戒している人物、まあ、それこそ来週泰時が父はなぜこんな女子をみたいな感じで言っているシーンもありましたけれども、なんとなくそのボイスインタビューを紐解くと、三代目の妻として活躍するところは活躍するのかなというふうに私としては踏んでいます。理由としては、結局今後北条義時っていうのは、まあ、今後その畠山重忠の乱末期の変であるとか、まあ、そこからその実朝が暗殺された後、まあ、承久の乱につながるまで結局権力の第一線でずっと生き抜くんですよね。その生き抜く人物の妻なので、まあ、邪魔をする人物では実はないのかなというふうに思いますので、まあ、比較的三代目妻としては活躍していくんだろうというふうに思います。まあ、だけれども、ちょっと八重さんとかひなさんのようなタイプではなく、ちょっとぶっ飛んでいるので、まあ、視聴者からすると賛否両論、その菊池凛子さんの演技に関しては多分皆さん思います。皆さん思えるけども、どうなのこの3人目はとか、それこそ私もツイッターで言っちゃったけども、ひなさん戻ってこねえかなみたいな感じでこう思う人が多い人物なのかなっていうふうに思いますね。でしかも今回最後のところで、まあ、キノコが嫌いとは言っていたけれども、人間ってあれぐらいの裏表って別にあってもおかしくないのかなっていうふうに思うんですよね。まあそれこそさ、そのなんて言うんだろうな、今回のこの野枝の感じって典型的な、すいませんね、男性陣ご不快に思われたら悪いけど、私も男性なんで、まあまあ許してくださいよ。典型的な男が引っかかりそうな、完璧な女性って感じなんですよ。でしかもそれっていうのは、今現代においても女性がある程度考えれば、多分こういう風にやれば男なんてコロッと転ぶわみたいな、大半の8割の男が転ぶわみたいな感じで考えれば取り繕うことができるレベル感でやっている、まあまあ、まあ美しいっていうのもあるかもしれないけれども、まあ、そういう感じであってありつつ、結婚が決まった時にその元々働いてた、まあ、面々と、そのそれこそこうあんな感じでこうイエーイみたいな感じでね、その義時にね、小四郎殿に嫁ぐってことはね、そのもう源氏とゆかりがある人物になるんだったらイエーイみたいな感じっていうのも、別にほら現代でもその別に旦那の悪口一言も言ってないわけよ。その金目当てだからさとかそういうふうに言ってるわけでもなくて、結婚して私幸せになれるぜイエーイぐらいで私としては捉えてるんですよね。でその上でまあ一応ちょっと取り繕った感じにはしたけれどもね、義時の前では、でも多分 その程度だと私は思っているので、だ今回でもしセリフでね、セリフで私の画策した通りになりました、これで北条を乗っ取るとか言ってたら別ですよ、言ってたら別だけれども、多分そこまでではないのかなと、陸さんの方がよっぽどだと私としては思いますけれども、ここもぜひですね、これ解釈の問題じゃなくて、ぜひこれコメントください。陸さんと野枝さん、どっちが悪く見えますか？ぜひ皆さんコメントいただければと思います。
ていう風な感じで私も実は騙されていて、最後毒殺するまで実は全部仕組んでいたとかだったら怖いけれどもね、まあ、多分そんな感じではないし、まあ、少なくても義時の邪魔をしていったらドラマ進みませんので。でもこの34話の時点で、まあ、そういったちょっとぶっ飛んでる部分を見せるってことは、多分ぶっ飛んでるがゆえに義時のサポートをうまくしていったりとか、義時がキレッキレな判断をしていくってことにつながっていくのかなというふうに思ったりもいたしますね。ぜひ皆さんのこれ感想です、感想として、野江さんと陸さんどっちが悪女かぜひコメントいただければと思います。ではぶっ飛んだ野江さんの次にですね、比較的こう物柔らかい感じで、見ていて不快感もないですね、実朝の話をしていければと思うんですけれども、まずこれはまあネタレベルですけれども、いきなり大人になったってことで今回も成長著しいって、ね、ツイッターとかでも皆さんつぶやいておりましたけれども、一応まだ12歳設定です。ちょっとズレがあるかもしれないですけど、一応12歳前後の設定ではあるはずなので、まあまあお手柔らかに見ましょうよ。あの 見栄えがどうはもう割り切るとして、あのいいですか、12歳前後ですよ。今回どんな話ありました？理想の結婚ですよ。12歳で結婚はちょっとねっていうのもありますし、12歳でやっぱりね鎌倉殿としていろいろとこう今回も教育受けまくっておりましたけれども、まあまあまあお手柔らかに見ていきましょうよっていう感じですね、今回の捉え方としては。で、北条政子がこれ編集したですね、編集したちょっと漢字間違えてますけれども、がまあ編集整えた和歌集が実は非常にポイントになっていて、今回その三好康信に対して自分が渡すんじゃなくてしれっと置いといてほしいと、まあ、これってわかりますか、その勉強しなさいって言われて子供の頃勉強するほど嫌なことないじゃないですか。なんだけどもなんか興味が湧いて勉強し始めたら勉強って楽しいし、その教科すごいできるようになったりするじゃないですか。だからまあ それと同じ理論ですけれども、まあ、それこそその、まあ、和歌集を見た時に、まあ、図書館に通い詰める文学少年的な感じでこう、もう目がキラキラしてこう、めくっていた部分があるので、まあ、そういった側面のある人物ですよというふうに捉えてください。まあ、要は、初代も二代目もそういう感じなかったじゃないですか。なんでそういったちょっと孤独な感じ、今回もね、こういろいろと悩み抜いている部分あったけれども、まあ、そういう人物ってネクラって言うとちょっと言い過ぎかもしれないけれども、でこう文学少年的な、側面っていうのがこう、培われていくことになりますので、まあそういった人物ですよと。だからこう、まあ少なくても、まあ初代との比べは置いといて、あの、二代目の頼家とはもう全然違う感じの、まあ人物であると。まあもちろんね、あの、文学であっても勉強であってもね、何においても、あの、勉強しすぎてこじらせるってことはありますけれども、まあまあまあそこまではいかないという前提で、まあそういった側面がある人物です。でまあ、当然、まあ、和歌であるとかさまざまなそういったその文化系的な側面のお勉強ってやつに長けていくと、まあ、当然、まあ、成長とともに祭りごとにもこう積極的に参加しようっていう生真面目さも、まあ、兼ね備えている人物なので、まあ、比較的その鎌倉殿として君臨している時に関してはさまざまな称号を、まあ、それこそ朝廷から、いただいたりであるとか、まあ、積極的にこう祭りごとに参加していく人物です。でそれこそちょっと義時が便宜っていうと言い過ぎだけれども、まあ、自分のこう、に近しい人とかをこう、まあ、それこそ何か役職につけようとしたときに、まあ、こう、ノーというというか、客観的にこう、イエスのを判断したりもする人物でございますので、まあまあ、非常に、あの、で、しかも、とりあえず少なくても、こう、あの、数話で暗殺されることはございませんので、まあ、まあ、最後は暗殺なんだけれども、まあ、あの、数話でそういうことが起きるわけでもないですし、二代目の頼家の時みたいに鎌倉の御家人たちを敵に回すとかって話でもございませんので、まあまあまあお手柔らかに引き続き、実朝さんに関しては見ていきましょうって感じですね。まあ最後はね、その、まああの、公暁で習っている方も多いと思いますけど、公暁と呼ばれる人物ですね。これはあの、頼家と正室つつじの子、まあ子役でも出てきている人物ですけれども、まあ前在ですね。前在が公暁という名前に変わりますので、その人にまあ殺されてしまうんですけれども、まあまあしばらくは、穏便に見ていきましょう。感じでございます。はい。で、三浦義村相変わらずうまいなというふうに思いました。まあ独立して話すまでもないかなと思いつつ、独立して話したいので、今回含みましたけれども、今回まさにこのシーンでしたけれども、まあ時政の誘いに決まってるでしょうというふうに回答しているんですね。まあ三浦義村のおじいちゃんに関しては畠山重忠が、まあ、大場景親の、まあ、軍勢側、その要は反頼朝側にいた時に
まあ、戦となってじいちゃん殺されてしまっておりますので、まあ、その後畠山重忠は、まあ、頼朝側にこう寝返るというか降伏して、まあ、重宝されてここまで至っておりますので、まあ、過去に因縁があるわけでございます。で実際のところ三浦義村は別にそんな過去を引きずるような人物ではないですけれども、まあ一応それをこう紐解くことによって仲間に誘い入れようとした時政という感じでございます。でね、この決まってるでしょってにやりとしていて、皆さんはこの決まってるでしょどう思いました？これ普通に今回だけとか、なんなら初めて鎌倉殿を一度も見たことない人がこのシーンだけ見た時に、はいこの決まってるでしょはどういう意味ですかってまるで国語の読解文みたいな感じで多分質問されたら、これは笑顔からして仲間だよイエスと言っているのと同じですっていうふうに多分紐とかた出てくると思うんですけれども、まあ鎌倉殿をずっと長く見ている場合はこの決まってるでしょどういう意味かっていうと、どちらにつくか発言してないんですよ。要はお茶を濁してるっていうことなんですよね。で実際今後、これは来週じゃなくてもっと先ですけども、まあ、36話7話ぐらいだと思いますけれども、北条時政は陸の夫婦と息子娘である、北条義時政子との争い、まあ、牧師の変と呼ばれるものですけれどもが、まあ、起きることになります。っていうなった時に、まあ、当然三浦義村当然義時側につくこと、まあ、これ別に戦ってわけじゃないんだけれどもつくことになったりすると思いますし、まあ、その後、まあ、三浦と、まあ、親戚の和田がですね、まあ、先ほど言った和田合戦というもので北条 VS 和田というのが起きて、当然三浦は和田と親戚なので最初和田側につくんですけれども、なんか寝返っちゃって北条側について和田側が滅亡するっていう展開の、まあ、史実ですけれどもね、まあ、話とかもありますので、まあ、やっぱり常にこの三浦義村という人物は、まあ、冷静沈着で、まあ、情があだとならない、まあ、最強の世渡り人間、勝ち馬に乗るのが上手い人物で、場合によってはただ勝ち馬に乗る卑怯者じゃなくて自分自身のキャスティングボードを握って自分が寝返ったから相手が勝つぐらいの、まあ、影響力を持つ人物もありますので、まあ、上手いですよね。非常にこう上手い人物だなと思います。それをこのね、三谷組の超常連の山本浩二さんに演じさせることで、まあ、それこそ山本浩二さんがいろいろ意図を組んでこうミステリアスに演じているのも面白いところですし、まあ、それでありながら女子との別れ方とかいうね、ギャグ的な要素も見せてくれるので、まあ面白い人物ですよね。やっぱ三浦義村侮れないですし、まあシナリオがどのようなプロセス描かれるか分かんないですけど、まあ少なくとも殺される人物じゃなくて最後まで生き残る人物ですので、引き続き注目して見ていこうかなと私個人としても思う人物でございます。はい、じゃあちょっとその他気になったところまとめて、まあ、場面写真でですけれども見て紐解いていければと思います。まずですね、冒頭のところでなんとこれ場面写真見てなんだろうなと思ってたんですよね。この 木箱ね、まさかの頼朝の観音像が泰時に渡りましたね。皆さんこれどう捉えましたかね。私としては、要は義時のシーンは泰時がセリフで言っていた通り持ってると辛くなるっていうところと、まあ、それだけ冷酷な判断をしているので、もうあれですよね、ババ抜きやっているところでずっと自分がジョーカー持っていたけども、もう辛いっつってジョーカーを渡しちゃうみたいな感じ、デスノートを渡すような感じで、もうそれぐらい義時は心が辛くなっちゃったっていう描写として渡すので、泰時に何かをしてほしいっていう大意は実はあんまりないのかなというふうには思いましたね。だから逆に言うとドラマの中でその観音像の意味っていうのはちょっと薄らいだというふうに考えてもいいのかなというふうに思います。まあ、それこそ小さい観音像を持っていたっていうのは大きい観音像が手に入らず、結果手に入りましたけど、その宗時の一件ね、義時のお兄ちゃんの一件とかとも絡んでくるわけではございますので、まあ今後影を潜めていくのかなと思ったりもいたしますね。だって物語としてね、今後この泰時から誰かに観音像が渡るとは思えないので、鎌倉殿の13人の中では。だからある種観音像の話はこれで一回帰結したというふうに考えてもいいのか、まあ、義時の心情を示す上での演出かなというふうに思いました。であと今まであんまりちゃんと解説してこなかったんですけども、鶴丸いいですね。鶴丸が今回もそうだったんだけれども、なんだろうな、泰時の心の声を演じていいんだけども、心の声って言ってもなんて言うんだろう、よくさコメディ番組とかコメディドラマ、コメディ作品とかでよくほら、自分の頭の中に天使と悪魔がいて、天使と悪魔がこうバトルしてどっちかを取るみたいなのでよくあるじゃないですか。なんかそういったその心の葛藤してる部分をこう鶴丸は代弁する部分があったりとか、それこそ感情的になりすぎたら静止する部分があったりするので、なんかそういった意味でここの2人のタッグめっちゃいいなっていうふうに思いますよね。はい、で次、
別に何ってわけじゃないですけども、これ場面写真を見て私はずっと疑問に思ってたんですよ。なぜ時生さんはこんなに汚ねえんだろうと。まさかの子供とね、義時の子供と遊んでて自分が、要は汚いところに落ちてしまったということでございました。でもただのギャグシーンでしたね。だからなんで表情こんな、なんかギャグっぽい表情してんだろうと思った。しかもこの後ここで寝っ転がったらブチ切れられるっていうのも含めて面白かったですけど、まあ面白いシーンでございました。はい。で時政はダメですね。やっぱこのね優しいじいちゃんなんだけど、やっぱこういうなんて言うんだろうな、調子に乗っちゃう人は権力接待されると調子に乗っちゃって、ここもほらいろいろ貢ぎ物もらって結果的にはね便宜を図ろうとしていたので、まあ典型的な上に立っちゃいけない人として描かれていて、だけどそれがなんて言うんだろうな、この優しいじいちゃんとしてダメな、そのなんていうの、冷酷な部分を見せるには非常にうまい演出方法なんで面白かったなというふうに思いました。また、八田智家は、ノエに騙されました。ノエのこといい人だって言っちゃっておりましたので、まあ、相変わらず、俺は俺だで面白かったですけど、俺は俺だが、義時に、ノエと結婚しないなら俺にくれって言っていて、若干独自路線から逸脱しておりましたけれども、まあ、相変わらず面白いですね。史実だと多分、今回これ描かれた1204年とかですよね、今回描かれたのって。義時が40何歳で、八田智家は60何歳なんですよ。なんですけど、ドラマの創作上別に若く描いているんだと思いますけれども、まあ、旗止めやるから面白いなと思いましたね。あと、さっきちょっと説明しましたけども、初さんはいいですね。非常にいい、安時に対して非常にいい旦那であると同時に、多分、義時からしても非常にできた息子の妻っていう感じで、安心感があるんじゃないかな。なんか今回、そのビンタするシーンが、予告映像に含まれていたので離縁しちゃうのかなって予想とかもあったようなんですけども、まあそんなことなく非常にいい奥さんだなというふうに思いました。そしてまあ最後のところ野江さんのぶっ飛んだ一面を見た安時、来週義時にいろいろまた抗議するようでございますけれども、まあかつてのね、義時を見ているようでございますけれども、でも彼はすごい冷酷になって義時と全く同じ、歩みを進めることなくですね、まあ最終的にはまあ御成敗式目を作ったりとかという、まあ史実的に名宰相と呼ばれる人物になっていきますので、まあ今後が楽しみな安時くんという感じでございました。はい。では毎度やっている音楽解説なんですけども、今回印象的に使われていた音楽は3曲です。他にも印象的な曲があったんですけども、多分未発売の楽曲が複数使われておりますので、曲名が把握していて解説に値するのは3つでございました。まず実朝がさまざまな講習を受けるし、まあ、最後は後腐れのない女との別れ方でございましたけれども、ここでかかっていたのコミカルな曲のタイトルは上なり打ちというタイトルでございます。まあ、曲のタイトルの通りで、これはあの亀の前事件の時に初めて使われた曲でございまして、亀の前事件の時にあのミーがですね、言いたいって言いながら言いふらしまくるシーンで使われておりました。なのでもちろん曲のタイトルの今回の実朝の講習っていうのは何も因果関係はない、整合性はないですけれども、コミカルなシーンで使われますので、比較的平和な今回の34話に関しては、まあ、ベストな、選曲だったなというふうに思いました。で、畠山重忠が、足立藤本が時政の前で、まあ、創建業式の返上をせよって言われたところの曲非常にこうなんていうの、不気味な、なんかこう怪しげな曲がかかっているんですけども、まあ、それ暗雲天明なの、低迷なので、まあ、その通りと曲名って感じですよね。で、鹿鍋のシーンの曲、タダダダン、タダダ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 ダで、ちょっとこう、テーマ曲はアレンジした平和な感じの曲ですけど、これね、頼りの小四郎って曲名がついておりますので、まあ、小四郎が比較的こう、あんまりこう、冷酷じゃない判断をする場面とか、まあ、みんなと会話をしているシーンとかでかかる曲なので、なんだろうな、日常の小四郎シーンでかかるというふうに私としては思ってるし、多分演出的にそういう意図もあると思いますので、この曲がかかっているとき、もし見返せる方は見返す、もしくはサントラ聴ける方はサントラ聴いてほしいんですけども、ただ、頼りの小四郎がかかるシーンっていうのは、本来の北条義時で小四郎で入れるシーンっていう、多分演出になっておると思いますので、ちょっと注目してみると面白いかもしれません。はい。じゃあ最後にですね、毎回やっているオープニングの名前順解説なんですけども、これね、たまにね、この解説いりますかと思われるかもなんですけどもね、いいですか、ここまで聞いたら最後まで聞いてください。聞いたら絶対楽しい時あるから。楽しい時あるんですよ。このオープニングの名前順解説っていうのは、まあ、要は鎌倉殿の13人のオープニングの映像に流れる俳優さんの名前の順番って意味なんですけれども、
トップ中盤止めてに3つに分かれてるんですね。でこれ相当前のですけれども、まあ例えば新垣結衣さんにいた時とかは小栗旬新垣結衣で始まって中川大志で終わる、で山本浩二さんで始まって中村獅童さんで終わる、で佐藤二朗さんとか佐藤浩市さんとか松平健さんで始まって大泉洋さん西田敏行さんで終わるっていう、これが一応あの最初の方のあれだったんですけれども、まあ分かりやすいのでこれずっと使ってるんですけれども、トップの最初は主役、次はヒロインか準主役、トップの最後は存在感のある役もしくは知名度のある俳優など若手筆頭格中川大志、中盤の最初は主人公の相棒もしくはメインゲストであるという形なので、まあ、実質主人公の相棒的な山本浩二さんが最初はここにおりました。で重要人物ということで中村獅童さんがいて、止めはもうベテラン勢がバーと並ぶ中において、まあ、頼朝を演じた、まあ、実質的なナンバー2ポジションであった大泉洋さんをここに置いて、大河ドラマ最多出演の超大御所西田敏行さんが最後に来るという、このような形が、基本でございました。で今回に関してはトップはですね、堀田真由さんが退場して、それで終わりでしたね。なので、まあ、北条家の面々がこのように並ぶという感じで、ね、まあ、畠山重の北条の義理のね、関係でございますので、一応こういう感じになっておりました。すいません、これ、金剛になってますけど、泰時ですね。はい。で、中盤に関しては、もう、尾上松也さんが最初で固定になってきましたね。まあ、メインゲストというか、今後ラスボスになっていくので、まあ、重要人物という形で最初で、で今日の面々と御家人たちとかミーとかがいて、一番最後が、まあ、小林隆さん出た後ちょっと間が空いて、まあ、生田斗真さんがバチンと出るという感じで重要人物ということで、まあ、今日の2人で全体の御家人を挟むという感じになっております。これも大体固定になってまいりましたね。で止めが、今回王っていう、まあ、側面がありまして、まあ、山本浩二さん最後に来てるのは、まあ、重要度が上がっているのと最後が減っているっていうので、これはもうここ3はそういう感じですけれども、ノエですね、菊池凛子さんがなんと止めに入りました。これやっぱり菊池凛子さんが、まあ、それこそもうね、あのハリウッド映画もさまざま出ているっていう意味では、まあ年齢の割にって言ったらちょっと失礼な言い方だけども、年齢にしてはもう大御所レベルでございますので、まあ菊池凛子さんここに入るのはなるほどなっていうふうに思いましたね。であと3話ぐらいでおそらく時政陸夫妻が退場になると思うので、そうすると消えるんですよね。っていう風になると消えたら基本そのまま最後の人が上がるので、栗原秀夫さんがもしかしたら止めの最後を飾る日が来る可能性もあるのかなと。もちろんあのたまに要は山本浩二さんが中盤の最初にいたのに最後に移動してきたので、ここにいる面々の誰か、それこそ尾上松也さんとか生田斗真さんとかが最後にこう出てくる可能性というのもありますけれども、現状もしかしたら最後何人かまだ人増えますけれども、菊池凛子栗原秀夫で終わりという止めで終わるということが来る可能性もありますので、やっぱ大江広元非常に重要ですからね、この辺もちょっと今後この2人が退場した後どうなるのか、そして野江さんここに入ったかおおっていうふうにこう思った部分面白かったので、ぜひこのオープニング解説最終回まで続けさせていただければと思います。はい、ということでこれにて本日は以上となります。まあ、比較的平和な回ではあったんですけれども、まあ北条政範がなぜ死んだのかってところが今回描かれるのに来週改造として描かれるってちょっと複雑な、構成になっておりましたので、まあそこのところだけ今回、まあそこのところが一番本日皆さんの視聴者に伝われば幸いです。それこそ私あの予習解説って動画を土曜日に予想した上で、作りまして、まず、事実と反することは何も説明はしていなかったんですけれども、まあ、それこそその畠山重康と平賀朝雅の確執で、それがまあ畠山重忠の乱につながるとかっていう部分が全く今回35話では描かれませんでしたので、まず36話で多分、ごめんなさい、34話で描かれなくて、来週の35話で多分そういったところが描かれていくと思いますので、まあ、来週も楽しみに待ちたいと思います。で、来週がどこまで描かれるかが正直読めません。私の予想だと、まあ、真ん中にも陸さんがいるので畠山を撃つべしっつって畠山を撃つまで描かれそうな気もするんですけれども、予告映像にも場面写真にも畠山重忠が出陣したりとか戦ってる場面写真が一枚もないんですよ。もちろん超重要なシーンっていうのは放送終了後に場面写真とかでこう解禁されるってこともあるんですけれども、ちょっとね読めないです。そこに関して全く読めないので、一応まあ来週の予習解説の説明で畠山重忠の乱はこのように起きましたって解説までするけれども、もしかしたら36話まで連なる可能性っていうのもありますね。まあ苦い杯、さあどういう意味を含めるのかってとこ含めて、
ちょっと私の方でも様々、分析をしてですね、予習動画またいいもの作れればと思っております。はい、ということで本日は以上となります。ストーリーの復習解説、ストーリーを順番に追いながらストーリーのその意図とか行間の説明、まあ考察であるとかそういったものに関しては、この動画多分月曜日の日中に上がっていると思うんですけども、月曜日の夕方、まあ17時か18時にストーリー解説、物語解説する動画を別途アップいたしますので、そちらその物語を復習する動画として、まあ連動して楽しんでいただければと思いますので、もしよろしければこの動画ご視聴の後、そちらの動画もご視聴いただければと思います。また火曜日には俳優名で説明という、まあ一部の方に好評な、まあ解説動画を作っておりまして、で、水曜日の動画では本日のこの徹底解説の動画で皆さんからいただいたコメントをもとに、コメントを紹介しながら、より鎌倉殿の13人の今回の34話を今一歩こう深掘りできる動画を作っていければと思いますので、ぜひ様々な動画をご視聴いただくことで鎌倉殿の13人より皆さんに楽しんでいただければと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。